竹岡龍與は徳島県吉野川市出身のプロ野球選手。宇藤左田。東京ヤクルトスワローズ所属。兄は四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスに所属するプロ野球選手の竹岡大成。小学校2年から軟式野球を始め6年には公式野球チームの徳島ホークスに所属。中学校1年の時には カルリープ県ワールドシリーズのメンバーに選出され、準優勝を遂げる。中学校卒業後は、八戸学院光星高等学校へ進学。高校では1年春より遊撃手のレギュラーを獲得し、2年秋からは首相を務める。2年夏からは3期連続甲子園出場を果たし、第101回全国高等学校野球選手権大会の智弁学園戦では、甲子園では、 自身初となる本類打を放った。同学年に伊藤大将がいる。2019WBSCU-18 ワールドカップに日本代表として出場した。本大会では全8試合フルイニング出場し、本職の遊撃手だけでなく、二類種、三類種、右翼種を守った。2019年10月17日に行われた。 プロ野球ドラフト会議において東京ヤクルトスワローズから6巡目で指名を受け、11月5日に契約金2200万円、年俸480万円で仮契約した。背番号は60。2020年は8月12日に一軍昇格し、同日の読売ジャイアンツ戦で菅野智之からプロ初打席で初安打を記録した。50メートル走は5秒9。 高校通算本塁打23本。総講師と高いレベルを持つことから坂本隼人2世と呼ばれる。守備においては高校時代の坂本隼人や北条文也よりも上手いと評される。打撃面については内閣に弱く、木製バットへの適応が課題。長岡秀樹と仲が良く一緒にテレビを見るほど、両親は兵庫県淡路島で玉ねぎ農家を営んでいる。 父は9万円の特注グローブを買い与えたり、ビデオ動画を送ってアドバイスしていたり、リトルリーグの試合で勝手にサインを出したりしていた。好物は母特製の惣菜パン。ありがとうございます。